日本経済新聞その他の新聞の発表で、この12月、統計した数字で倒産件数が前年度より減っていると、減少しつつあるというね、全くこれは事実に反するデータであって、倒産件数は増え続けているのはもう誰から見ても明らかである。ものすごい数で増えている。その逆じゃない、この報道の数字は。倒産件数が減少しつつあるって、何を根拠にそういう数字を述べるのか。だから帝国データバンクだと、いろんなそういう経済データを調べて報道するわけだろうけども、全部この数字はいかさまであることは間違いない。前回申し上げた時にも、倒産という定義は何だと、不当たりなのか、それとも廃業なのか、会社構成法なのか、民事再生法なのか、どの問題が倒産になるのか。我々の感覚は、もちろん民事再生も会社構成法も破産も全部倒産でしょう。そして、廃業も倒産でしょう。だからそれは、それよりも分かりやすい我々の倒産という感覚は、不当たりを2回出したら倒産というのが、もう我々経営者、元経営者においては、もう身に染みて、毎月々の手形の決済、小切手の決済をやってきたわけです。これを落とさなければ、倒産処分にされるという、これはもう常識であったわけ。だから、それを去年の4月か5月には、不当たり、手形の不当たり、小切手の不当たりは、銀行取引停止にしないと、それゆえも銀行取引が続けられるという制度に銀行協会が切り替えたわけ。だから銀行協会は不当たりというその処分をしなくなった。だからその不当たり処分がカウントされなくなって、これは倒産にあらずとなれば、会社構成法と民事再生法と破産と、破産手続き、これだけが倒産として数えられて、昔から我々は倒産と思い込んでた不当たりというものがカウントされてないんじゃないかと。なれば、今減少しているというこの報道は間違っているんじゃないか。これを経済産業省及び銀行協会、および帝国データバンクをはじめとするいろんな調査会社、または、これは司法省、これは法務省、民事、全部がこれもう一回倒産の定義を、何をもって倒産とするかをきちっと決めた上で報道してもらいたい。これだけ企業が苦しみ、資金繰りに、はっきりと言って、もう今まで通りの資金繰りはできなくなっている。売上が減少して、もちろん回収もできなくなりつつある。売上が減少して回収もできなければ、資金繰りが回らない。だから、不当たり出るのは当たり前だ。たくさんの不当たりが出てる。だから、倒産が減少したけども、不当たりは増えてますよという報道したらどうなんだ。不当たりの数はカウントしないというのはおかしい。だから我々は、不当たりの件数を知りたいんです。データ
データ帝国データバンクほか調査会社、不当たりは毎月どれぐらい出てるんだと。我々昔の感覚で言えば、昔といっても去年以前の感覚だ。これはもう不当たりイコール倒産ですから、従来通りのカウントで不当たりを倒産として減少してるのか増加してるのか、増加か減少かを発表すればいい。不当たりでもって2回目の不当たりが出たら銀行取引停止だったから、それが倒産という我々は感覚で捉えておった。今去年の5月に変えた不当たりは不当たりにあらず、不当たりは倒産にあらずということはどういうことなんだ。これはだから会社構成法、民事再生法、破産申請、これだけの数で減少したと言ってるならば、そういう解説を付け加えなければ、何か倒産が減って景気が良くなっているという印象を与えるためにそういういかさま報道をさせているのかということになりますから、梶山君、経済産業、きちっとあなた方はそれを公表したらいいじゃないか。不当たり件数は何もある、去年よりも何も増えてる、減ってることはまずないから、増えてることはあっても減ってることはない。少々の6万円、月180万円、雇用助成金がいくら出てる、だからといって不当たりが減ってるということにはつながらないと思います。もちろん補助によってなんとか生き延びてる企業もあるかもしれないけれども、倒産件数が減るほどのものではないと思います。